こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、山梨県に来ております。まずはですね、前回の動画を概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。御殿場で全泊して、そして本日が本泊メインですね。木漏れ日荘という、このチャンネル史上現段階では最強のコスパ宿ですね。もう山梨県、夏の山梨県はこの宿に泊まらないと始まらないぐらいの、宿でございます。そして今からまずは富士吉田うどんを食べて買い出ししてからコテージに向かう予定です。久しぶりだ、山梨県、本当久しぶりだ。ではドライブ楽しみます。山梨県、ただいま。半年ぶりぐらいかな。もう半年ぐらい開けちゃうと山梨県に関しては久しぶりに感じてしまいますわ。これですよ、これ。夏が始まったよ、俺の。なんと、免許改善さん、混みすぎてて入りませんでした。あそこやっぱりもう開店の15分前とかに気合い入れていかないと無理ですね。車さえ止められれば食べれるんですけど、まず車が止められないんですよ、満車でいつも。時間がもったいないので、買い出しをしてからもう一度免許改善さんに行ってみて、無理だったら他にも美味しいところたくさんありますんで、そちらの富士吉田うどん食べます。いやー、お腹空いたなー。買い出し終わりました。もう絶対空腹状態で買い出ししたらいかんすね。元気も出ないし、買いたいものがなかなか売ってなくて、こうイライラしちゃったりとかあるかもしれないので、もう空腹状態で買い出しは絶対しないっす。それではですね、免許改善にまた戻ってみます。あえてですね、忙しい時間帯に行って回転率を狙って車が出るところを狙います。もう運ですね。まあほぼ諦めてますけど、そこで食べれなかったら違ううどん屋さん行きます。どうだろうか。無理だ、混みすぎてる、入れないです。もう閉店間際とか狙いたいんですけど、もう時間もないので、他のお店行きます。山崎屋うどんさんですね。こちらも有名なお店です。美味しいですよ。はい、来ました。いただきます。うまそうすぎる。ごちそうさまでした。マジでうまかった。久しぶりに富士吉田うどん食べたけど、山崎屋さんうまかった。こんなにうまかったっけっていうぐらい美味しかった。もう羨ましいわ、この近辺に住んでる人。毎日あの価格であの味が食べれるんだもんね。本当ありがとうございました。というわけで、この後はですね、まだ時間がありますんで、以前に購入したことのあるフルーツサンドのお店に向かいます。そちらもね、美味しいんですよ。くっそー、定休日でした。行きたかったお店、なんかうまくいかないですね今日は。薬局で買い物を軽く済ませました。フルーツサンド屋さんが臨時休業だったので、豪勢にですね、ハーゲンダッツを代わりに買いました。では山中湖方面向かっちゃいますかね。山中湖沿いの公園で 2,30 分休憩します。眠い。10分くらいマジ寝しましたね。もうだいぶすっきりしました。10分15分の仮眠最高っすね。それではいよいよ木漏れ日荘に向かいます。本当に今日楽しみにしてたから、天気もまあ雨さえ降らなければよかったですけど、よかった、恵まれて本当楽しみだったんで。
着いた。お久しぶりです。コテージに入りました。相変わらず素晴らしすぎる。これはやばいわ。冬にも来たかったんですよ、木漏れ日荘。そして暖炉使いたいなって思ってたんですけど、温泉行っちゃいましたね。結局冬でも全然来たい。ここはめんどくさいのでネギを切っておきます。またこの季節ですよ。何回このネギを切るシーン、このチャンネルでお見せしたことでしょうね。久々だから怖い。あー、相変わらず包丁めちゃめちゃ切れる。うわー、切れるわ。めちゃめちゃ切れんだけど。2階のロフト、前来た時ベッドだった気がするんですけどね、なくなってますね。布団になってるわ。焚き火スペース、ここが夜ね、すごい雰囲気になるんですよ。そして目の前に流れる川ですね。後で降ります。下まで来ました。やはり同志の川、綺麗だな。これチャプりますか、チャプっちゃいますか。絶対まだ冷たいよ。あ、冷て、気持ちいい。うわ、これ夏場、もっと真夏の暑い時に入りたい。チャプ飲みしちゃいます。贅沢、本当にリッチで優雅な時間です。薪この量無料ですよ。使い切れないよこれ。すごいよね、無料って。昼焚き火開始しました。昼から焚き火なんてもうめったにできないですよ。なんという素晴らしい時間でしょうか。フルーツサンドを買えなかったので、焚き火の前でハーゲンダッツを食べます。焚き火暑いわ。結構溶けてましたけど、うまいね、ハーゲンダッツね。これは久しぶりに食べた。というわけで現在午後5時前ですね。だいぶゆっくりできました。もうほんと昼から焚き火もできて、季節綺麗だし、もう言うことないですよね。今後もうこの施設予約できなくなるんじゃないかなっていう風な心配があって、もう焦るように去年、そして今年あと1回ぐらい来たいんですけど、ずっと予約してますけど、そしてさらにやっぱりそうかなっていうような事実もですね、今回確認することができまして、もう ここに来たことがある人で分かる人は分かるんですけど、それはちょっとここでは言えないんですけど、それもあり、もう行けるときに木漏れ日荘、ポツンと荘は行っておきたいなっていうふうに思いました。それでは今から仮眠を取って、夜ご飯編はまた動画を分けます。久しぶりのバーベキューですね、待ち望んでた。すごく楽しみです。ではまた木漏れ日荘後編でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ずっとやりたかったやつやりました。そして始まった、始まりました。やばいやばい、軽く高すぎ、やばい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 。うわ、これは酒に合う、止まらなくなるよこれ。うまっ。焚き火も開始しました。すげえ雰囲気。